私、あのさんと一緒にもっと強くなりたくて、ポタラがなくても合体できるようになりたいんです。バドス様に頼んだらここへ飛ばされたんですが、一体どこなのかな。あれ、お兄さんと誰、なんで俺たちより先に、っていうかサイヤ人。でもちょうどいいや、サイヤ人ってことは強いだろ。修行の相手してくれよ。僕たち今からすんごく強い敵と戦わなきゃならないんだ。だからよろしくね。いやないな、もっと本気出さないとね。なかなかやるじゃん。でも勝負はここからだぜ。強いね。どうしたんだろう、ピッコロさん遅いな。何かあったのかな。ちょっと休みに行こうぜ。あ、待ってよトランクスくん。は知りたいけど、それどころじゃなさそうですね。手伝いましょう。へえ、あんたも結構やるじゃん。じゃあ俺もそろそろ本気出しちゃうもんね。あれ、さっきの子たちはどこに行ったんでしょう。楽しませてもらうぞ。なんだかさっきと雰囲気が違うような。とにかく数が増えてる。とにかく今はこの場を切り抜けましょう。ザーコンがよほど殺されたいらしいな。
始める。くそったり。うわ、なんだかまた様子が。追いかけてみましょう。私は第六宇宙のサイヤ人で。第六？宇宙がたくさんあるんですか？あれ？知らないんですか？そんな状況じゃなければもっと詳しく聞きたいんだけどな。終わったらいろいろ教えてくださいね。たちのおかげだよ。本当にありがとう。いいえ、そんな。あれ、この感じもしかして。抜け駆けはずるいぜ、ケール。お母さん。へへ、私もバドス様に頼んで連れてきてもらったんだ。どうして魔人ブーガー倒したはずじゃん。あ、こいつか。さっきそこで勝負挑まれたからぶっ飛ばしたんだけどさ。サタンのために強くなろうとかなんとか言ってたし、射程にしてやったぜ。え、むちゃくちゃだな。さてはそいつらも結構強えな。しゃあ手合わせするぞ、ケール。そいつと遊べばいいんだな。よし、何して遊ぼうかな。オラオラ、どうした。まだまだ行くぜ。負けませんよ、アメさん。お前だ。たちがいたなんて知らなかったな。ところで、あなたたちはどうしてここに？あ、私実はフュージョンについて。くっそー、もう一戦だ。ないだろ、ケール。姉さんが納得するまでフュージョンは見送りになっちゃいそうですね。こんなことで満足するなよ。貴様ならもっと上を